はい、ダークソンでございます。ただいま私ダークソンは上士幌航空公園に到着いたしました。ここでね、気球を飛ばすんですね。初めて来ました。確かね、お盆かな、その期間中に開催されているようなので、全く今は飛んでません。飛んでる時に来ればいいんだけど、お盆って休めないんですよ、私ダークソンでね。まあ広場ですよね、草原っていうか。はい、で管理棟の方近寄ってみたいと思います。ここで毎年行われているバルーンフェスティバルの歴代優勝者の名前書いてんですよ。2017年は36機飛んでるんですね。で、後藤健二さんという方が優勝してるんです。で、2007年1月3日、あれ ?1 月にやるのか。2007年は福岡県の方、AX4、600から900立方メートルの気球にて、女子滞空時間記録、世界記録を上士幌町で樹立しました。距離部門でも、6779メートルと女子日本記録を樹立しています。で、これ見てびっくりしたんですけど、滞空時間7時間もいるんですね、空の上に。びっくりですよ。飛行距離はこれ6キロぐらいですか、飛んでくんですね結構。やるじゃん、すげえな。実際見てみたいもんですね。まあ、私ダクソンはサムネにバルーンを貼ったりはしませんので、よろしくお願いいたします。はい、ダクソンでございます。こちらがね、内帯高原牧場に行く途中にね、元駅手跡の日ございました。これ見たいな、入ってっていいのかな。なんか酪農関係の施設だと思うんですけど、ちょっとゲート開いてるんでお邪魔しましょう。ダメかな、衛星の。昭和54年5月。個人が建てたものだと思うんです。事前の情報によるとね。町とか行政が関わってないと思われます。よいしょと。昭和3年1月から昭和16年の間に、谷中仁太郎っていうのかなが経営してたみたい。ここにあったんだね。はい、写真とかはね、郷土資料館とか図書館行ってないんで全く分かりませんけど、一応来れました。ここにね、酪農関係の大きな施設がありますね。はい、以上でダクソンでした。牛以上か、すごいな。和牛みたいだな。和牛だよね、4頭牛さ。うわ、せっかく日本一広い高原牧場に来たんですけど、あいにくの霧ですね、曇りなんですけど。広いんだか全然わからないですね、この。なんでしょう、このユースネイジア、メガネスの、みたいな絵になっちゃった。赤ん坊吊るしてる、物議を醸し出したアルバムですね。俺はすんごい好きなんだけどな。いや、ほんと見えないな。わお。